好きなことを仕事にするとその好きなことが嫌いになってしまいそうですそうならないためにはどうしたらいいですかっていう質問なんですよねで、これ結構深いんですよ room. 今日もクリスの部屋を見てくれて本当にありがとう クリスの部屋は、えー、と自由に生きていく仲間を応援すするサポートチャンネルです今日はですね、えー、と実は仕事あのこの間、マイナビのウェビナーをやらせていただいて、みんな応援してくれてありがとう、でその時めっちゃ質問が来てたのよ、エクセル8枚、78枚分来ててでこ、ちょっと全員の、ね、質問を答えることができなかったんだけど、ちょっとこの中にすっごいい質問があって、これ、あの、 特に好きなことを仕事にしたいなとか好きなことを仕事にできるのかなって仕事が辛くてスイッチしたいんだけど仕事が楽になるってありえないよねみたいなその考えを持っている人たちにすごいなんかこのピンとくる質問があってねそれはこの好きなことを仕事にするとその好きなことが嫌いになってしまいそうですそうならないためにはどうしたらいいですかっていう質問なんですよね。これ結構深いんですよ まあ簡単に説明すると好きなことだけを仕事にすると嫌いになるって本当っていうことなのでそれについてちょっと今日お話しできればと思いますで今日はちょっとクリスの部屋を見るタイプじゃなくてできれば聞いていただくタイプを作りたいなと思ってるんですね。 でなぜかというとやっぱりその僕本当に思うんだけどクリスの部屋の動画の中ってやっぱりレッスン系のビデオががっっしり入ってるんだよね、まあ、特にその習慣系とか春を笑顔で過ごそうとかマジなんか一日のセミナーでもここまで。 がっつりやらない時もあるぐらいこのなんかセミナー業界っていうかこのセルフデベロップメントっていったら結構ヘビーなワークが入ってるんだよね。でやっぱこれをなんか月曜日の夜に見ないといけないっていうこれ見,見れてる人はすごいありがとうね本当に超超ありがとうでもやっぱこれ毎週日曜日ちょっとつらいんじゃないかなと思ってでちょっとうち、あのー、さやちゃんもう一人のチームメンバーとさせてたら「いやクリスねちょっとなんか聞き流しを」 なんかクリスの動画をつけっぱなししながらなんかショッピング買い物行けるとか,なんか食器洗えるとか料理作れるとかも,もうちょっとそういう系にした方がなんかクリスの動画ってこれって見ないといけないっていう感じだからもうちょっとゆっくり話してみればって言われたんですよ。えそうなんだってちょっとやってみようかってやってちょっとこれはえとまあねあの正直言ってあの長くなる可能性があるんですよ。 でこの動画を通してこのやっぱりこれは別に好きなことを仕事にしなくてもいいからねあの好きなことを仕事にしても好きなことを仕事にしなくても自由っていうのはもっと深いことだからその本当の自由っていうことについてはちょっと別のことなんだけどこの好きなことを仕事にあのしたいなって思ってる人たちが。 が今後、まあ、じゃあ好きなことを仕事にしようって決断してやっていく中にすごい大切なステップがあの問題的ちっちゃい個的みたいなのが必ず現れてくると思うんだよね特に日本の場合日本の場合。でそれはまず最初その好きなことを仕事にしちゃダメだよっていうこの社会的な何なか うえってみたいなで特にこれはあの大学生で受験っていうんだっけ受験じゃねえやな転職就職やな就職 <laughs> 就職するときにやっぱりこの好きなことを仕事にしない方がいいよとか出てくるんだよね、まあ、ちょっとこれ、えー、とウェブで見ると分かるんだけどあちょっと待ってこれウェブレコーディングするわちょっと一瞬カット ちょっと今 Google ググ開いてるんだけどこれちょっとスクリーン見てくれて好きなことを仕事にすると嫌いになるって勝手に出てくるわけよでこれクリックしていくとあ実はもう僕開いてたんだけどこれね数年前は結構だめだよみたいなのが書いてあって今日、ね、本当に34年ぶりに見たんだけど結構いいこと書いてあるんだよね大丈夫だよってでもちょっと僕がやっぱりこういうふうにいくと えと好きなことを仕事にすると嫌いになれっていうのがあこれこれ OKOK これをちょっと開いてで一番下に行くとねごめんごめん好きなことを仕事にしてはいけない3つの理由履歴書「十とかあるんだよね。 やっぱこれを好きなことを仕事にしてはいけない3つの理由とか書いてあるんだよ、ネットに、ね、会社選び行ってで転職とか調べるとだから結構、好きなことを仕事にしているのはほんの一部しかいないよとか、ね、今まで好きなことが嫌いになっちゃうよとか好きなことはお金にならないよとか結構、書いてあるんだよね。ポイントはあの今、グーグルにはこういうのはなかったんだけどこういうのが結構多かった時代があったんだよね。 でやっぱり転職の、えー、と就職の時期になると学生さんの時からそんなのできないよとか、ね、周りの人たちがそういうのをやりたいなと思ってでもできないからやってないとで怖くなっちゃうっていうことなんだよね。でこの中で一つのポイントはあの好きなことだけを仕事にするって嫌いになってるかっていうの本当かっていうことなんですよ。でそれについてちょっと今日はお話しさせていただければと思います。 でえー、っとごめん、ね、ちょっとね緊張するねいつもなんかバンバンバンって言ってて聞き流し系だからさなんかリラックスしてクリスもっと早くさねポイント言えよみたいな感じなんだけどまあいいよね時間ちょっと取っちゃってねうんああいっ OK でこれね僕 好きなことだけを仕事にすると嫌いになるって本当かっていうふうに書いたんだけどこれえっ、ー、と結構個人的には好きなことを仕事にする前にちょっとあの勉強できる機会があったら勉強した方がいいと思うんですね。でこのビデオはちょっとすごい長くなると思うんだけどこのビデオはすごいあのいい勉強になると思うのね。実際に僕やって もう本当に15年ぐらいこれ「あーとかやっててえいろんな人も見てて一応僕このプロなんだよね。今度ね本が出るんだよー。 大好ききなことを仕事ににしててて自由に生いいくっていう本でこれあの本当に嬉しねことなんですよでこ,こでもう本当に具体的にその好きなことを仕事にしようぜみたいなもちろんそういうのも入ってるんだけどね論理的になぜ好きなことを仕事にした方がいいのか逆に好きで得意なことを仕事にした方がなぜキャリアとしてこれからの時代はもっと安心になるんじゃないか別にしなくてもいいんだよ。 一つの考えとしてでじゃあ実際にやるよっていう時にどうやってやるのって、ね、ただ好きなことあと出てきたらこれ釣りが好きなんですってそれ仕事にしろちょっと違うの違うの深いのよ本当に自分と向き合っていって好きなこと得意なこと自分の理想の暮らし方も考えていかないといけないんだよねこれがでっかいのよ暮らし方っていうのでっかいのね で働く環境今すぐそこには手に入らないかもしれないけど3年間とか5年間6年間続けてってスキルその好きで得意なことが実際にお金に変わるスキルになってきた時に転職する時に自分が好きだったらあの得意になるス、まあ、転職する時に最初はできないかもしれないけどその後その次の次にいずれにもっと自分が好む環境に自分を あの入れていくっていうことが、本当にあのや長期的戦略でできるようになってくると僕。ね、思うんですよね。で。一つ。この最初に言われるのは。好きなことを仕事になると。嫌いになってしまうじゃないかって。で、これ。正直言って。あの。本当にある話なんだよね。ね。例えば。これちょっと霊牛の。 僕の知り合いにさ食事の職人さんがいるわけよ。で自分の、ね、ビジネス立ててお店持ってで多分その職人さんは若い時めっちゃ燃えてたんだよねで多分いろんな海外とか行って勉強したりとか「やっしシャフみたいな感じで超勉強してたのよ。で今その人はもうあの40代の真ん中いると思うんだけどお店一つやっててマスターしてて。 もう毎日、もう本当に午後1時から朝の2時まで週5、6回やってるわけよ、5回か6回か分からないんだけどで、やっぱちょっと顔見てるうってなってんので。話したわけよ、そしたらクリスさんさ、辛いって言ってんのよ。ね、で僕は ね、この人大好きで応援してでもちょっとなんかフェイスとフェイスでこれ言うのも俺の仕事じゃないと思うしなんか言わなくてもいいと思うんだけど僕はやっぱこの好きなことだけをやっているとちょっと楽になってきてで楽になった後に辛くなると思うのね。 そのの一つ例えばねテニスやるじゃんでテニスいエー俺テニスやってみたいんだっってテニスやってでなんか6歳の子供とテニスやってたら毎回勝つじゃんそれをなんか仕事になって「いや俺テニス好きだから」ちって6歳の子供と毎回やってたらなんか「そりゃ辛くなるよね」いつも勝っててなんかやりがいも感じないしっていうことろは 僕が思うのは、自分の今の自分に合っている。レベルのチャレンジと向き合うことによると。飽きがなくなる、嫌いがなくなると思うのね。例えば、この僕の友達の場合だったら、これ友達から本当行った方がいいかもしれないけど。二 <laughs>、うん、店舗目を作るとか。三点目を作るとか。ね、ひょっとしたら、まあ、そのセミリタイアして、なんか別の。 仕事をスタートするとか、別のことを学ぶとか、ね、お弟子さんを育てるとか。ね、そうやって、その自分が苦手で。一応やらなくてもいいんだけど、やりたくないことにも挑戦していくっていうことが。すっごい大切になると思うんですよ。ね、最初の五年、十年はうまくいくかもしれないけど。ね、そのように、常に好きなこと。 だけをやっているんではなくて好きなことをやっていると必ず苦手なことも出てくるからそれから逃げない、ね、問題から逃げないっていう習慣を身につけると その好きなことが嫌いにならないと僕は思うんですよね。で、正直言って、そんなにシンプルじゃないと思うんですよ。なので、もうちょっと今日、あの具体的な例がありますので、説明できればと思います。はい。もう一つね、あの大切なポイントが。ちょっとあると思うんですよね。で、それは好きなことを仕事にするっていうことだけではなくて。その仕事をしている。 環境と時間そして給料この3つだよね。環境時間と給料も絶対クロスミックスされて入ってくると思うんですよ。例えばその何て言うのかなその、ね、どんなに好きなことでも働く環境が地獄だったらさ嫌だよね。まあ、例えば僕釣りが好きなんですみたいな感じでフライフィッシング好きで,であの釣りの。 ーーチャーになりたい釣りガイドになりたいって言ってじゃあいいよって言って、ね、じゃあ釣りガイドでもう本当に初心者だけしか行かない釣りの川を毎日同じ川行ってでその川もあんまり綺麗じゃなくてでなんか結構あの値段が普通に手軽に入れるツアーだからけ いっぱいの人が釣り全然知らない人も入ってでちょっとなんかゴミを捨てる人たちも入ってきたりとかでなんかそれがいつも暑くて寒くてもずっとやってないといけないし、ね、でそれが1日12時間とかあっていっつも同じことでやってでしかも時給が安いそれ好きになれるかって言ったら多分好きになれるのは最初の2か月3か月かもしれないよね。まあ、もちろん人にはよるよる 人にもよるよだってさあのこの間ロスに行った時にウーバーってさヒットしたのこれ前のビデオでもどっかで話したと思うんだけどウーバーイーツのウーバーイーツじゃねえウーバーのドライバーの人がいるわけよですっげえなんかいろいろ話してくれるわけで俺昔 NASA じゃなくてスペース X で働いてたているわけよイーロン・マスクの「マジかよお兄ちゃんすっげえな」って言って超頭いいのよ。 いい大学出てロケットサイエンスロケットエンジニアだよマジロケット作れる人だよ超頭いいのよで何でウーバーイーツやってんのって言っていやーなんかそのスペース X のその労働時間がきつすぎてで事故とかもいっぱいあるしやっぱそこ結構押してんすよって時間とかで効率上げるためにすっごいあの辛くて。 ちょっっとお休みもらって、その時ウーバーっていうタクシードライバーになるっていう仕事をやってもやったんですよすごいねってでどうなの給料はっていや面白いなって去年はそのロケットエンジニアの仕事と同じぐらいの給料をもらって今年は年収800万いくんだって言ってるわけよマジかよって税金の前だと思うんだけどね 自分の売上がウーーバやっててすげえなって言ったわけよ、うん、で面白いこと聞いたのいやでもね俺なんか周りの人も結構ウーバーのドライバーを始める人がいるんだけど多分俺の知ってる知り合いで80%ぐらいの人がさやめちゃうんだよクリスって言うわけよやっぱりそのランチの「車運転好きだから」って言って「じゃあずっとタクシー運転できますか?」って言ったらいやそれもちょっと違うと思うんだよね そのやっぱりこのウーバーのお兄さんみたいに、ね、80%の仲間ウーバーを始める人たちが辞めちゃうんだって言っててなんでっていうと車の運転は好きなんだけど人との会話がつらいいつも知らない人が入ってきてでそういうふうにやらないといけないからじゃあどういうことがあるかっていうとその働く環境っていうのもあるしその仕事ってその一つの部分じゃなくて仕事っていくつかの部分が才能を使うところがクロスミックスされてるところだと思うんだよね。 例えばウーバーだったらその運転するっていうスキルもあるしやっぱどうしても運転が下手だったらさウーバー難しいと思うんだよ。ね、もうめちゃくちゃなんかいつも事故してるとかなったらさね <laughs> チケットスピードオーバーしてるとかでプラス人と話すっってていうスキルも必要になってくるよねだからその単純じゃないと思うのねいやいや俺好きなこと仕事にしたいんで音楽好きだから歌手になりたいからって言って。 歌手になりたいんだったら歌うっていうスキルも必要だしその誰が曲を書くの自分で書くの自分で書くんだったらそのスキルも必要だしひょっとしたらその曲を書いてくれる人を見つけるスキル その人と一緒に働きましょうっていうスキルも必要になるかもしれないしで今度曲を出たらどうやってそれをお金に変えるのっていうことも考えないといけないじゃんでひょっとしたらソーシャルミディアっていうのが必要になってきたりするからその単純に好きを仕事にしたいんだ漫画描きたいんだっていう漫画描くだけじゃないのよ釣りを仕事にしたいんだっていう釣りするだけじゃないのよねねその いくつかのの部分が、ね、絶対入ってるのよクロスミックス例えば僕の場合だったら、ねまあ、この YouTube だったらカメラの技術も入ってるし、ね、なんか音の技術も入ってるし考える技術も入ってるし映像の技術も入ってるわけじゃん、ね、なのでその働く環境っていうのも変わってくるんだよ入ってくるんだよ 例えばカメラマンになりたいって言ってて言、ね、カメラマンの転職先を就職先を大学卒業する時に見つけましたって言って、ね、オプションが多分あんまりないと思うんだよね。でなんかスポーツ新聞のカメラマンになることができましたって、ね、なんかどっか。ね、でもしそのスポーツ新聞のカメラマンの会社がグレー企業だったらどうね。 でなんかすごいあの超労働時間が長くてで給料もそこまでねあの結構疲れるいっぱいもらってるっていう感じじゃなくて本当にいつも色をしててななんかなんかかいつも怒られててで年上のカメラマンとか超怖えるんだみたいなすっごいなんか働く仲間たちもすごい怖くてねそれやったらカメラ打つの嫌いになるって言ったらいや普通の場合嫌いになるでしょ。ね でその自分がどこでその好きなことをするのかっていうのも絶対考えないといけないことだと思うのね,ねでその働く誰と働くっていうことだよねやっぱさ嫌な人たちがさいつもさなんか怒ってたらさ嫌じゃん例えばイカちゃんも俺がいつもピリピリしててだからずっとなんか、うん 命令してたらさ、嫌や,やろ。そりゃそうだよな。うん、だその人ってい,いのも関係あるよね。オーライ。でねちょっと、えー、っとここで一つのお話をしたいんですよ。それどういうことかっていうと、好きなことを仕事にしたいなーって思っている人の多分九十パーセントは。 行動まで動かない人だと思うのね。それをちょっと頭の中に軽く入れといてもらいたいと思うんです。これ、僕のかんデータ全くないの？ひょっとしたら9。5かもしれないし。まあ80だったら嬉しいよね。なんか。 特に日本,の日本の人口の20%が好きなことを働いている人の20%が好きなことを仕事にしてますって言ったら結構いい感じなんだけどその,、まあ、その仕事を好きになったっていう人を含めればそういう、ね、パーセンテージは多いかもしれないんだけどなんかそのもともと大学の時からいや僕は本当に好きで得意なことを仕事にしたいんだっていう人がすごい少ないと思うんだよ。 まあ、例えば僕の,あの会社にインターンしてる子がねすごいんだよ転職あの大学生で今週1来て手伝ってもらってるんだけど映像の編集で。でそのの子すっげーな,なんか自分の 自分の会社じゃないんだけど一応ビジネスはやってて、ねで「転職どうするの?」って言ったら「いやもう今の転職はしません」って今やっているプロジェクトがありますのでそこを続けながらやりますって言ってウェブサイト立って洋服系のね日本の,あの文化的な洋服を日本で販売とか外国の人に販売するっていうことをやっている22歳21歳, 2> 2歳やばいよね、うんまあ、だからそういう人はすごいレアだと思うんですけれども。 ポイントはその多分好きなことを仕事にしたいなって思ってる人が実際に本当にそれをやるかって言ったらそうでもないと思うんだよねでもし本当に好きなことが嫌いになったら素晴らしいよ素晴らしいよなぜかというともう実際にそれあなたはやったっていうことだから やる前の人たちの不安が好きなことを嫌いになっちゃうんじゃないだから辞めるっていうことなんだよね。ね,ね好きなことを仕事にしたんだけどその仕事が嫌いになっちゃうっていうケースはリアルにある話なんだよね。 でもしそうなっている人もちょっと見てる人はめっちゃ少ないと思うんだけど多分ねこのチャンネルを見ている人は、まあ、あのどういうことかっていうのをどうなっちゃうのかっていうのをちょっとあの、ね、説明できればと思いますでどういうことかっていうとあのよくあるのがこれあの、ね、別にあのあの会社に入っててもフリーランスでも自分が独立してもどこ行っても楽しく自由に働ける。 と僕は思うのね別になんか独立しないといけないとかフリーランスにならないといけないっていうのはなくて別に独立したければ独立していいしあのフリーランスしたければフリーランスすればいいし別になんか。 その会社の中に入ってみんなと会社をよくにしようって時間かかってもちょっとみんなと一緒にやっていこうぜっていうのも全然ありだと思うしでもいずれそっちに行かないといけないと思うんだよねみんながちょっと変えていこうっていう感じになると思うんだけどちょっとよくあるケースでフリーランスになる人ってあのフリーランスになりたいなと思った人いるかな ねね、これよくそのウェブ系のフリーランスとかである仕事ライターとかもあってあのウェブデザインもあるんだけどフリーランスになるとどここかから仕事を取っっててくるいいいいうことと考えないといけなけんだよね、まあ、最初にフリーランスになった時によくあるケースはなんか友達にわって連絡したら最初は友達からうわって仕事が入ってくるんだけど知り合いの人とかそれを長期的にやっていくっていうふうになるとその例えばウェブデザインの仕事だったらウェブデザインの仕事っていうウェブをデザインする仕事 仕事、スキルも必要なんだけど定期的にお客さんを入れてくるっていうスキルも必要になってくるわけよ。それ分かるよねローそうしないとキャッシュがなんかお金が入ってこないじゃん。でお金が入ってこないとものすごい恐怖に入ってこんなのできないよって言って別の,あのよく辛い会社に戻ったりとか辛い会社に自分を入れたりとか低収入なんだけどそ,の、まあ、そうなっちゃうパターンもあるんだけど I digress ポイントは フリーランスをやるときに変なお客さんとかもいるわけよでこれ匂いでわかるんだよねで、フリーランスでうまくいっている人たちはもう波動でわかるのよこのお客さんはめんどくさくなるからこわ断ろうって このお客さんはちょっとちゃうなってこのお客さんと仕事をしたら絶対トラブルになるよってで僕も実際に見ててフリーランスなんだけどもうほぼグレー企業に働いているサラリーマンもう私服のサラリーマン私服の安マンみたいなで今度フリーランスになるから一回契約結んじゃうとこれ追加してこれ追加してって言って これ毎回いやこれは3万円かかりますこれは10万円かかりますって言わないで最初ちょっと「ああ分かりましたそれちょっと一緒にやっちゃいますね」って交渉めんどくさいからとか言ってでそうすると後から余計にこれもやってこれもやってこれもやってとか,、ね、なんか2年前にやったウェブデザインなんだけどこれもちょっと直してくれませんかとか言ってうわーって言ってもうマジ断れない怖い会社断れない怖い人とかと仕事をするようになって。 でそのウェブのデザインが嫌いになっちゃうっていうケースは間違いなくめちゃくちゃあると思うんだよね。でもポイントはそれってそのやってることじゃなくてその違う分でそれはどういうことかっていうとやっぱりその。 昨日もあの,ライターの方とあそうもう一冊の本が出るのよこれごめんねなんかこんな感じで言ってさちょっとすごい失礼でもうごめんちょ,ちょっと言うわえっ、ー、ともう2冊なんですよ本がで最初がこの大好きなことを仕事にして自由に生きようっていう、ね、どうやって。 どういうことなのかっていうことで二冊目が実際にこの大好きなことを仕事にするとまあいっぱい反対されたりとか問題が出てくるんだよねでその問題をどうやって乗り越えるかっていうこのマインドセットを持っているとすごい楽になると思うんですよね絶対出てくる問題とかあるわけよ例えば親から批判されるとか ね、でそういうなんか具体的に例えば3か月こういうふうにやって副業こういうふうにやって、ね、あなたのこういうふうにやればうまくいくんですっていうプランニングじゃなくてそのストレスとどうやって向き合っていくか、まあ、この実はこの動画のテーマになっていることなんだけどなんですけれどもそれは好きなことだけ仕事にしているといろんなトラブルが起きると思うのね。でも この好きなこともやるし他にもやらないといけないこととかやった方ががいいこととかがあるんだよねでそういう好きなことだけやっててやった方がいいことを無視してるっていうかやっぱ無視しちゃうじゃん後回しにしちゃうじゃんそれは人間だから普通だよ。ね、でそうするとこのちっちゃい問題がだんだんジョン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 大きくなって。で ね、たまにこの問題が、ね、あなたに何かレッスンを教えようとするために僕によくあるのは問題1個じゃなくて123とかでなみたいな問題が落ちてくるとかそういう時もあるんだよねで、まあ、そういうい経験を通して僕が学んだのはあこういうのってしっかり目を張っていかないとって。で こういう問題って実はクリアしていくと怖くなかったんだっていうことを気づいたからその,まああの1日1分強くなれっていう動画でも説明したんだけどこのとりあえず嵐問題が嵐になる前にちょっとしたなんか嵐になりそうだなストーンっていうのかなちょっとなんかグーってなってるんだったら天気悪いなっていうそこを無視しないで。 マジ1日10秒でいいからちょっと紙に書いてこれちょっと嵐になるかもよそれだけでいいのよそれを繰り返していくとあの徐々徐々この嵐を眺めるとかその悪い天気悪い問題を眺めるスキルっていうのが慣れてくると退職法とかできるるよようになってくるんだよねそれを実際にどうやってやるのかそれをやると自己肯定感いうのねそういうのが良くなってくる自己肯定感が低くなるのがいいんだっけ上がるのがいいんだっけ。 高くなるのがいいんだ、はい、そうそうそうだから自信がついてくるもともとあった自信を止めている僕はダメだなとかねいやこういうのできないんだって自分が思ってるそういうのを本当なのかなってそれを向き合ってペラって自分で自然にそれが剥がれていくようなこのなんか。 流れの乗り方っていうか流れとの向き合い方今人生の中で起こっていることとどうやってお付き合いしていくと本当に変わっていくのかみたいなちょっとねあの波動がちょっと違うようなあの本をですねあのこれもまたあの出版あのフォレストさんから出版いたしますので本当に楽しみにし,楽し,みにしてます一緒に楽しみにしてくれたらすごい嬉しいです。<laughs> right. ごめんね聞き流し系 いいねマジ多分これずっと見てたら辛いけど僕よくやるのは今さなんか最近マジ古代エジプトにめっちゃハマっててやばいのよこれマジ本当にのこぎりみたいなのを使ってて残りとかがあってだから僕はこうなんか。 勉強系も好きなんだけど勉強すぎるのも好きなんだけどやっぱ夜なんか疲れててちょっとお風呂入る前にちょっと YouTube 見たいなって言ったらなんかこういうなんかね古代エジプトとかペルーとか実際にさ骸骨こんなでっかい人たちがマジいたんだよねこうやって本当にコーンヘッドみたいな人たちがいたしまじいたのよでこれあの古代エジプトの人たちの前の人たちが。 ピラミッドとかペルーのやつを僕マジ作っ,てる作ったといやどう考えてもね論理的に科学的に行くとね論理で行くとねいやそ確かにグラナイトとかめっちゃハードな石ってあのコッパーでコンコンやっても曲がんないんだよねコッパーのノコギリ切れないわけよでこの古代あのエジプトのピラミッドの中に入っている石のやつとかで ピラミッドの中にミイラ1個もないんだよ知ってた俺知らなかったミイラは別のところに入ってんだよピラミッドの中にミイラ入ってないのよで古代エジプトの人たちって絵めっちゃ描くやんピラミッドの中に絵一つもないんだよピラミッドの下の石のサイズとか見たことある ピラミッドの中のグレナイトとかもう重すぎて100トンとかあるわけよ。で2、3トンのライムストーンを動かすとかはできるんだけど、なんかすっごい面白いこういうのでえマジかよみたいなでなんかいろんな新しいテクノロジーとかもあって、すっげーそういうのをあのなんか見るのが好きなんでなんか僕のこ,この動画もなんか食事をなんか。 なんか作りながら見るのはちょっとこれ作りながら見るのはハードル高いかもしれないんだけど、まあ、好きなことを仕事にしようなって思ってる人はあのちょっと勉強好きが人ね好きな人たち勉強が好きな人たちは全然できると思うんだよねだと通勤中とかでよくさ僕よく見るんだけどなんかあのたまにイベントとかやって人と会うきにあクリスさんの動画全部ダウンロードしてオーディオであの聞きまくってます。 なんかお父さんが言ってくれてなんか息子と一緒に聞いてますっていう人もいてすげえ嬉しい yeah,、so、grateful. だから僕もこういう感じでなんか常になんか一方通行でこういうの大切だよこういうの大切だよっていうのを言ってるのも正直言って俺も疲れる時もあってでこういう感じでちょっとなんか、ね「古代ピラミッドとかどうでもいい」みたいな話もなんか僕が今ハマってることとかもねなんかちょっと楽しくね ミックスできればめっっっちゃ嬉しいなって <laughs> 思って思ますそうそうでマイナビであのライブやった時さすごいよくてこれエクセル8ページ分の質問もらってさで LINE も質問来ててでそうそうで LINE も質問来てて今ビデオで答えたりしてるんだけどやっぱ追いつかないなっていうところで「目覚ましクリス」をねちょっとやってみるんですよ。 で朝6時半から8時の間こういうなんかポッドキャストライブ系みたいな感じでなんかみんな通勤中に聞こえるとかでアーカイブに残って後でも聞こえるみたいな感じのをやるんですよねそれをめっちゃ楽しみにしています All、right. じゃあごめんなさいちょっとこの,あのメインのポイントに戻りましょうだからこの あのフリーランスで怖い人が出てくるっていうところはそれはその好きなことを仕事にしたっていう問題じゃなくて好きなことを仕事にしても問題は続くわけよ、ね、ポイントはずっと問題と向き合わないといけないっていうことなんじゃないかな、ね、その問題と向き合うこと問題は何なんだろうなんで俺ビビってんだろうなんで僕は怖いんだろうってでこの問題をクリアしたらどうなるんだろうクリアしたら。 ね、この問題をクリアするためにはどう考えたらいいんだろうどうやったら他の人はこういう問題をクリアしてるんだろう嫌、ね、でも逃げても問題はついてくるからもうしょうがないこの問題は今俺の人生になって必要かもしれないじゃあ何を教えようとしてくれるんだろうってでそれを学んだら「ありがとう」って言って「まあ、ありがとう」って言わなくていいよどな別にもう今僕は。 もうこの問題が自分の人生で必要ではないレベルに行けました。この恐怖から、あの自由に手放されて、自由に生きていきます。っていうのを決めて、こう、あの英語で、you claim。you claim。これ、あのドラムを叩くみたいな。セレモニーみたいなもんなんだよ。ね。で、作っていくわけよ。で、そうすると。過去の。知っていた世界と。 まだ新しい知ってなかった世界が開いてくるんだよね。だからなんか今すげえ話しちゃったな。何処から来たんだろうね。オッケー。だからえっ、ー、とファイナルポイントなんだけど、好きなことを仕事にするだけじゃないと思うのね。ね。で実際にこのえっ、ー、と好きなことを仕事にするっていう、のは僕もあのねあのすごい おすすめしたいんだけど無理やりおすすめできない登山のやり方みたいな感じ山登りなんだよね、うん。だからその好きなことを仕事にしなさいって言って鞭を打って人を好きなことを仕事しないとダメだよってそれも絶対違うと思うんだよね。で人それぞれだと思うの、ね、その。 それ僕の場合だったらなんで好きなことを仕事にしたかっていうとやっぱり自分に嘘をつけなかったんだよね本当にこれやりたいって。でなんか僕ああともう一つでっかいポイントがあるんだこれでいいけど僕の場合はそのこれを本当にやりたいと思って違うことをやっててやっぱなんかやっぱなんか違うんだよね。 で本当にやりたいのがあってでもそろそろなんか僕は33歳ぐらいの時に本当にもうファイナル転職っていうことをやってだから年齢もそこまで関係ないと思うんだけどね年取ってると好きなことを仕事にできないっていうのはちょっとそれは違うと思う逆に年取ってるといろんな経験があるから,、ね、から好きなことを仕事にするっていうんじゃなくて自分の本音で生きていくっていうことじゃないかな。 でちょっと違うなあっていうものがあったらなんで違うんだろうって、ね、なんで僕はこれ違うって思うんだろうってああ本当に言いたいことを言うのが怖いんだって本当に断るやりたくないことを断るっていうのは怖いんだってやりたくないことを断ったら多分うまくいかないんだよって思ってる自分がいるんだって、ね、じゃあ今日私はもうこの恐怖を手放して生きていきます。 みたいな結構これスピリチュアルっていうかね本当にその自分と向き合っていくワークだと思うんですよでうんオッケーこれ思い出したんですよ This is my final point and I think this is really important you guys これ本当,本当にほんまに大切なことだと思うんやそれはな そう好きなことを仕事にするっていうのはやっぱその自分を大切にするっていうそこからずれないっていうこと超ありだと思うんだよね。でさっき言ったように好きなことを仕事にしてでそれにいっぱい仕事って一つのことをやってる釣りだけやってるじゃないからね釣りを教えたり釣りの場所を探したり釣りのお店を建てたりグッズを貸し出したりいろんなことがあるでしょ。もも同じで何で何そううだだと思うんだよ ね、タクシーの運転も運転転もだけじゃないでしょうお客様にありがとうございますって言ってなんかあめくれるお客さん、ね、人もいるし、ね、外国人の人が来たらちょっと用で話さないといけないとかその仕事っていうのは一つだけじゃない自分を大切にしてそこを選ぶ、ね、で頭を使ってよく考えるハートも使うけどマインドも使って他の人たちはどうやったんだろうどのような問題が現れるんだろう 予測していくと問題って意外と楽なんだよね。これから好きなことを仕事にするっていう山を登るぜ。ね。最初の3ヶ月の時に3つの大きい壁が出てくるのね。最初は、最初の壁は自分にはできないっていう壁が出てくるの。自分で思い始めるの。で、2つ目の壁は、周りの人とか、仲間とか、家族とか、奥さんとか、お父さんとか、お母さんとか、 が旦那さんとかがやめてって言ってくる無理だよって言ってくるのね,ねで3つ目の数あるんだよみたいな感じで教えてくれたらさ楽じゃん、ね、でこの3つ目の壁っていうかもうちょっと出てくるのが仕事で自分を大切にしなさいっていうもう本当に大切なことがあるのよ もう一つね仕事を他の人が喜ぶようにしていると好きでも嫌いでもできるのよ愛が入ってるから誰かがこれをやることによって誰かが幸せになるんだってこの世の中がよくなるんだよってもうこの環境を崩してこの人類でお金のためだったら環境を崩していい。 なんか一部の人たちがめっちめゃで他のところに行くとゴミの中でゴミからプラスチックのことをやって暮らしている子どもたちこれおかしいぞ絶対変えたいってそれを変えるんだってそれを自分の仕事でできるできるよもちろんやりたいと思えばねでそれをやっているとかそういう感じのアライメントそれに合わせることもできるよね そうすると、みーだけじゃないのよ。もちろん、みーも幸せになるんだよ。でも、ゆーも幸せになって、ウィーが幸せになるのよ。で、このような感じでやっている人たちが増えると、やってない人たちも気づき始めるわけよ。たまにニュースに出たりさ。ね。なんか本で出てきたりさ。ね。な、あ、できるんじゃんって言って。やっぱ、そうだよね。俺もおかしいと思ってたんだよとか。 こうやって社会がゆっくり変わってきてくれると思うんだよねゆっくり変わるのね,ねああ今この真実の嵐っていうのが来てるかもしれないよなもうその嘘をついて生きていくっていうやり方がもうできない地球が持たない、ね、このネイチャーこの自然この愛みんなが一緒なんだ大丈夫なんだっていうところからもう人類が離れすぎててお前は一人だよ 危険が世の中にいいっぱいあるんだよ生まれた時からねこれは危ないことが危ないよ、ね、これやらないとあなたに悪いこと起こらないよこうしないと生きていかないんだよこんなことやったらダメなんだよもう恐怖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 誰もあなたの味方にいないんだよかわいそうやな人類これを外す嵐が来るかもしれないんだよどうやってその嵐は出てくるんだっていうと問題っていう形で どういうい問題環境問題が出てくるかもな,なんか社会的なビジネスの問題が出てくるかもな戦争的な問題が出てくるかもなんか出てくるわけよなぜかっていうと風が吹いてる時にあこれ風吹いてるなって気づかないと嵐に変わってくるのはさっきの嵐の雪崩みたいになってる人類に嵐の斜めに来ないようにねポイントは仕事を見いっていうことも大切で,すで足っていうこともね一人じゃないからね 俺たち一緒だからな。何があっても、それ事実だから、うん、そのそこに合わせて、ね、今週も楽しく進んでいきましょう。ありがとう